皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、新規初投稿のボード、キャサリンさんからのね、ギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。エフェクターがね、綺麗にね、並べられているボードの外側にですね、ワウのようなね、エフェクターがありますけどもね、こちらはですね、ジムダンロップのね、ロトバイブということでですね、今日注目いただきたい一台なんですけどもね、コーラスとビブラート、これ2モード変えられるようになっておりましてね、小さいこのボタンをですね、ピッと押すとですね、モードを変えられると。しかも演奏中にですね、このモジュレーションのスピードをね、ワウで踏み込んでいくようにしていくとですね、スピードをコントロールできると。さらにですね、横にあるこのつまみ、これをね、足でね、こうくるくるっとこう回していくとですね、ビブラートもしくは、コーラスの深さも、演奏しながら調節できるということでね、演奏しながらなんかね、こうちょっと変化を持たせたいという方はですね、ぜひともね、お店で一度ね、試していただきたいと思います。そしてね、初めてボードを組んだのでね、改良を重ねていきたいと思いますって書かれておりますけどもね、すでにね、インプットアウトプットをね、ジャンクションボックスを採用してね、綺麗にまとめられていたりね、それからエフェクターの数に合わせてですね、パワーサプライ選びをですね、VA05ADJ ということでね、5ポートで、アイソレートタイプにしているということでですね、このパワーサプライ選びもですね、とってもいいんじゃないかなというふうに思いました。あとそれからね、直列ということでね、エフェクターのスイッチハット、こちらもね、採用していてですね、非常にね、完成されているボードかなと思います。次回はですね、マイページ公開いただきつつですね、DC ケーブルとかですね、パッチケーブルとかね、こういったものもね、見直しされてですね、ぜひまた投稿いただけたらありがたいと思います。この度は投稿ありがとうございました。とても綺麗なボードだと思います。ありがとうございます。